続いてのコーナーは Perfume コンプリートベスト講座。現在発売中の Perfume のアルバム Perfume コンプリートベストをもっと知ってもらってたくさんの方に聞いてもらおうという解説コーナー。解説コーナー大事ね。私のアルバムなんですけれども、8月の2日にリリースしました。はい、もう2日くらい経ってますから。そうだね。うん、もうどうですか？この次には全然時間ないですね。ねえ、だよね。まあでもファーストアルバムなんですけど、はい、ファーストにしてベストっていう、あの今までの私たちの集大成っていう、ね、ものになってるんですけど、はい、3年間ね。一番最初の曲は中3のなんですよ、うん、中3の夏に出した、そう、最初の、ね、シングルでね、そう、インディーズ時代の曲も入っていたりだとか、あと今回はあの DVD も入ってまして、あのプロモーションビデオが4曲も入ってますね、うん、で1曲はあのインディーズ時代の、プロモーションビデオが入ってまして、ほんと盛りだくさんで、うん、新曲も入ってますね、そうですね、新曲、すごいもうね、かっこいい、これからのカフェにも見えてくるような、はい、曲になってます。ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいなと思います。はい、今回のアルバムで注目すべきは、新曲のパーフェクトスター、パーフェクトスタイルだし、はい、だと思うのです。そして、はい、今後の Perfume はこのような方向性でいくのですか。そうですよね。そうですね、あの今回のアルバムは、うん、一応あの Perfume の過去、今、そして未来が見えるアルバムっていう大文句で出してまして、そうなんだ、今、あの書いてあった、あー、そうそうだからね、あのパーフェクトスター、パーフェクトスタイルは、うん、結構これからの本にも見えるっていうか、うん、ちょっと大人っぽい感じになってて、うん、すごいいい曲だよね、うん、もうすごい3人ともお気に入りでずっと聴いてるんですよ。はい、はい、こんな方向していきます。はい全体的にパフェの振りが川かっこいい、かっこいいってことね、そう思います。冒頭の部分でいいので振りをこの場でやってみてください。あ、これはアルバムの中の曲ですかね。あー、そうですね、そうだね、うん、そう、振りはね、結構こだわってる部分が、うん、ありますよね。冒頭の部分、何言ったの、あ、いろいろあるけど、モノクロ？あー、モノクロいいかも、わかりやすいよ、いい線いってるだろ、いい線いってる、ちょっとやってみる、はい、じゃあいきます。